JLPT-N4 ボキャブラリートレーニング6日目。日本語で意味を答えてください。踊る、踊り。興味、髪。講義、米。字、素晴らしい。祖父、祖母。ダメ、間に合う。翻訳、息子、娘。予習、見つける。返事、不便。拾う、